アスレティック・ビルバオは25日、スペイン人 DF ユーリ・ベルチチェ、34、と契約を更新し、2025年までの新契約を結んだことを発表した。まとめ、海外移籍最新情報を網羅。商法をチェック同クラブのカンテラ出身のユーリは、2007年にトッテナムの下部組織に移籍するも、トップチームでは未デビューのまま、チェルトナムやバジャドリー B などをレンタルで転々とし、2012年夏にソシエダに加入。エイバルへの2年レンタルも挟みながら、通算在籍5年間で公式戦88試合に出場した。2017年夏にはパリ・サンジェルマンに加入し、公式戦32試合とまずまずの活躍を残すも、その1年後にアスレティック復帰が決定。11年ぶりの古巣で初めてトップチームデビューを果たし、ここまで主力として公式戦188試合に出場し14ゴール16アシストを記録している。アスレティックでフットボールディレクターを務めるミケル・ゴンサレス氏は、ベテラン DF ユーリとの契約延長について以下のようにコメントしている。ユーリはクラブに在籍した6シーズンで常にスタメンに名を連ねた選手であり、我々は今後も中心選手として期待している。彼はとても力強く、ゲームのすべての局面を支配し、競争力があり、経験と勝利のメンタリティを持っている。